ンポン。私はツンデレ。今のお前のどこにツンデレ要素があるんだよ。そこ、すべてのツンデレが、ここにあるクソみてえなキャッチコピーやめろ。ツンデレといえばうち、うちといえばツンデレ。そんなことあると思います。ねえよ。ツンデレのセリフ、ツンデレのセリフ。おい、いつか、次失敗したら、俺の彼女決定な。それ男性のセリフじゃね？女の子のセリフ読んだら？わかっとるわ。ちょっと間違えただけや。おほん。まるで、スーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。それベジータのセリフじゃね？知っとるわ。あえてや。女の子のセリフ、女の子のセリフ。あった。勘違いしないでよね。別にカカロットの旅なんかじゃないんだからね。なんかベジータが問題発言してる。あかねもついにそっち側への道を歩み始めましたね。歩めるか。歩めるでしょ。越えてこい壁を。いい突きすぎだろ。まあ、あかねにツンデレは荷が重かったですね。まだまだだね。バーゲンセールは、俺の彼女。なんか節約の達人みたいになってる。そんなあかねさんにはこの、ツンデレになれる秘訣をあげましょう。そんなのあるの？おお、さすがツイナちゃんや。サンキュー。おいおい、おい大丈夫かいな。で、これベジータになる薬じゃねえか。なんや、すごい爆発や。おい、大丈夫か、アカネちゃん。返事しや。あ、これ、東芝の冷蔵庫、ベジータだ。冷蔵庫のベジータかよ。ファイナル、フラッシュ。中身はベジータっぽいの何なんだよ。開いたりもするんですかね。キャ、やめろ、貴様ら。この扉を開けることは、俺のスカートをめくることと同じことだぞ。ベジータはスカート履かねえだろうがな。そう言われると開けたくなる。やめ、お前らやめ。なんか新しい扉が開きそうですね。冷蔵庫だけに。やめろ。お前ら異次元のやりかりやめろや。